いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。前回はお家を増やして道を敷いてあかりちゃんを迎え入れたね。あと聖火さんを農民に任命したね。姫ちゃんを料理人にするために農民の後継ぎが必要だったんだっけ。そうそう。ということで今回は料理人も含めてこれまで特別な職業がなかった人たちに職業を任命していこうと思っています。おお、お利口さんとか鍛冶屋さんとかも増えるのかな。だから職工だってば。あとそろそろタイトル詐欺から脱却しないとね。そうだね、まだキリは薬草愛じゃないもんね。あ、それはそうと、この世界で階段を作りたいときはこんな風に上から一段ずつ下げていった方がいいです。下から行くとブロックが残ったり立ち往生したりするんだよね。それで道と階段が1マスずれてますけど、ふははははははは、笑ってごまかさないの。さてまず最初にあかりちゃんを農夫に任命します。あれ、さっき聖火さんを任命したばっかりだよ。住民も増えてきてさ、畑も増やしてさ、農民一人じゃ足りない気がしたんだよね。農夫はブラックな職業になっちゃうね。実際農家ってそれ以上は言っちゃダメだよ。この帽子の名前なんだっけ。サイバーサンダーサイダーみたいな名前じゃなかった。サンバインダーみたいな。サンバイザーやで。それがあかねちゃん物知り。あかねちゃんは賢いんやで。何が言いたいかって、サンバイザーつけたハースリングも可愛い。それな。続きましてツン姉様を歩兵に任命します。歩兵。ツン姉様は身体が6、精神が4という歩兵向きのステータスをしてますし、頼もしいガードになるでしょう。ツンダのためだけじゃなくてこの町のためにも戦ってね。ウプ主が私をお迎えしてないから何も言い返せなくて辛いというズン姉様のテレパシーが聞こえてきました。なんだそれ。役人っぽい人がやってきたで。お、なんだろう。もしかしてこの前言ってた町の方針を決める時なんじゃない。早く発展してすごいって言ってるで。圧倒的好み感。てっきり団長を表す暖炉を選ぶ時が来たって言ってるな。暖炉を選ぶとは。どうもな、この世界においてはな、暖炉はその町を表すシンボルらしいで、どんなタイプの暖炉かを選ぶことで町の特色を決定することができるらしい。ゲーム的に言うと選んだ暖炉の種類によって追加効果がつくみたいやで。なるほど、暖炉を選ぶっていうのが町の今後を決めるってことなんだね。そういうことや。暖炉は全部で3種類あるみたいやな。応援の暖炉は幸福な町を作りたいとき、作り手の暖炉は生産性の高い町を作りたいとき、そして栄光の暖炉は強い町を作りたいときに選ぶんやで。この前は幸福な町を作りたいって言ってたけどどうする。方針は変わらないよ。幸福を追求したいって。もちろん応援の暖炉を選びます。応援の暖炉は更新のときに士気が高いほど総資産にボーナスが加わるみたいやで。あれ、これは何。ああ、すっかり忘れてたけど、応援の暖炉を作るには条件が必要やで。ええー、今すぐ作れると思ったのに。早く言ってよ。だって編集中の今の今まで忘れてた。まあともかく、住民の幸福度が高いことと、調理済みの食品が確保されてることが条件やで。調理済みの食品か、ますます料理人が必要になってきますね。美味しいご飯が食べられれば幸福度も上がるだろうし、今一番大事な職業だね。よし、しばらくは応援の暖炉を目標に、頑張っていきますよ。ゴー、ゴー。つづみちゃんを、職工に任命しました。つづみちゃんはお利口だもんね。思考が6だからね、実際お利口さんです。職工の服、なんだかいい感じね。お利口さんって、どんな仕事ができるの。布を取り扱う感じだね。綿花から綿を作ったりとか。でも素手だと何もできないので、最初に加工機械を作っておくよ。糸車と、織り機と、作業台の3点セットだね。タヌキの糸車。あれどういうお話だっけ。つづみちゃんの働きぶりをお見せしようとしましたが、材料の綿花がないことに気づいたので、先にタイトル回収行きます。お、それはつまり、突然ですが私、薬草医になります。薬草医になるには、薬草医の杖が必要です。杖の素材にはハーブが必要ですが、これは道端に生えています。怪我した時に、ヨモギを塗ったりしたね。ヨモギには止血作用があるみたいだけど、葉っぱについていた微生物が原因で感染症を起こしそうだから、ウプ主はおすすめしてないよ。やっぱり消毒だね。なお、ストーンハウスのハーブは畑で育てることもできます。畑でハーブを育てる、何も悪いことではないです。さあ、それでは私は薬草医になりましょう。
か科学者っぽい感じ。へっへん、頭良さそうでしょう。じゃあキリー、この宿題の解き方教えて。あ、その、今日は実験で忙しいから、また今度ね。逃げた。最後に、アカネちゃんを罠師に任命して、今回の就職活動は終わりです。罠を仕掛けるアカネちゃんやで。罠師って、どんな職業なの？罠に動物を引っ掛けて、狩猟する職業だね。狩猟とか、かっこいいね。実際、肉類を確保するために必須レベルなので、とても重要な職業だったり。バーベキューしたいな。さて、いろんな職業についてもらったわけですが、まだ働いてる様子をお見せしてないんですよね。ハースリングを眺めるゲームなのに、これはもったいないね。ですので、誰か見てみましょうか。せっかくタイトルにあるんだし、キリの薬草医が見たい。いいねえ、見よう見よう。薬草医は、ハーブから治療薬を作ることができます。乳房と乳鉢でグリグリします。おお、調合してるって感じ。乳房と乳鉢の両方を逆方向に回すと混ざりやすいですよ。ちなみに、粉薬の調合を乳房と乳鉢で行うことはほとんどありません。これを使うのは、錠剤を粉砕するときぐらいですね。経験者が語ってる。ところで、今作ってる治療薬、どうやって使えばいいのかわかりません。ダメじゃん。コメントで教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。さて、これでようやく、数ヶ月前の録画を使い切ることができました。見る録画、全部新鮮だったね。次回は、いよいよ料理人を任命して、美味しいご飯にありつきたいと思います。飯テラ動画だ。そんなところで、今回はここまででございます。ではでは、See you!